メガネとコデブ。どうもこんにちは、メガネとコデブのメガネでございます。もう11月ということで、もう本当にね、時々お昼間寒いですけど、やっぱりね、あ、お昼間暖かいですけれどもね、やっぱ朝夜とは本当に寒いんで、ちょっと私もね、ちょっと鼻が詰まりつつあって、ちょっと季節のね変化を感じているこの頃でございます。ということで、お相手はこの方でございます。いやいや、複数になっちゃった。こんにちは、今田美桜です。来ましたよ、ドクター X も出てますよね。なんか楽天モバイルの CM も出てるというか、この人も福岡じゃないですか。有線の CM とかで、有線じゃねえ、なんか太田さんと出てなかったっけ、なんか、ね、出てましたよね。福岡出身じゃないですかこの方。あ、福岡なんだこの人。はい、ね、今 なんで出てきたかというとね、うんうん、あのなりたい顔ランキングっていうのが発表されたみたいで、なんかでもちょっと、まあなんていうんですか、幼いというか、確かにね、ベイビーフェイスだよね。ベイビーフェイスですよね、うん、このままどうやってこう女優としてすごいこう確立してきてるとは思うんですけれども、確かに代表作がね、まだ主演っていうのはないんじゃない、うん、まだなんか雰囲気的にちょっとね、あの大島優子さんみたいなね、あのドラマとか見ると、そこの場所に大島優子がいてもいいんじゃないのかなみたいな。なるほど、かぶってるという、うん、イストリゲームでいうところ。でもなんかグラビアとかもねやってたりとか、時々プレイボーイとかで載ってますけれども、確かにね、ちょっとね、結構ボリューミーな感じなんでしょ、うん、だから細ボインですから、うん、なるほどね。というわけで小出部さん、なりたい顔ランキングで10位になってた。10位です。 1番は誰ですか。石原さとみさんですか。あ、ガッキーですか。ガッキーでもなんかまあ、あんまりこう大人なんていうんですか、あの大人の女優みたいな顔になってきませんでした。まあその老けたっていうわけではないんですけど、松田龍平とやった日テレのドラマの時が結構あの大人だったよね。あの舘ひろしと入れ替わっちゃうやつですか。いやだからそっちがそれ TBS でしょ。あ、 TBS か。その頃まだ幼いからまたサラリーマンをなんか幼いみたいな。サラリーマン聞いたろ。サラリーマン出てないもん。高橋克典さん。でもショートみたいな時もある。今ガッキーのこう新垣結衣さんのあの画像検索してます。こう長い時もあればショートみたいな、全部可愛いですね。だから昨年2位だったのが1位に返り咲いたみたいな。うん、なんか一時期あの台湾のガッキーみたいな、ガッキーそっくりの台湾の女の子、ね、あれなんかわかんないですけど。なんか日本に来てるのか、時々なんかEテレの番組出てた、昔出てたんですよね。最近も出てたかどうかね。はい、そうなんだ。日本で活動してるのかな、なんか。ね。分かんないけど。確かに似てるんだけどね。あ、ただ似せてるところはあるからな。ああ、雰囲気で、うん。メイクとか。で、昨年の1位の北川景子さんが2位になっちゃったっていう話ですね。はい、うん、北川景子さんは最近出てますか、テレビに。最近は、でも、なんだろうな。石原さとみさん入ってないですか。石原さとみさんは。石原さとみさん残念ながらね、7位なんですね。7位っすか。去年3位から、はい、あんまり石原さとみって言いたくないんですけど、なんかこのご時世というかなんていうの、いいじゃねえか。最近もなんかあのメイちゃんとなんかドラマで映画出てるし、はいはい、そうですよね。 OCN の今 CM やってるんですよ、石原さとみさんが。ネット回線の、はい、あれがねめちゃくちゃ可愛いというか、であとスキヤの CM やってて、スキヤね、なんかそれもねめちゃくちゃ可愛いんですよ。兄弟役みたいな、一人二役、うん、OCN に至ってはもうあの手止めちゃいますね、何かやってるたらもう。その石原さとみの CM 見てないけど、なるほど、激カワです。でもちょっと気になるのは、あの OCN の CM でなぜかなんか山本リンダさんの曲が流れるっていうのもちょっとなんか気になるところですけどね。いいじゃん。最近ね、山本リンダさん見てないね。はい。ね、もしかしてあの BS のなんかなんとか歌謡コンサートとかに出てるかもしれないけど。もしくはノーベル賞で呼ばれてた可能性もあります、ね。ああ、あるね。ただ見てないね。はい、ちょっと小出部さんなんか好きな、そのなりたい顔じゃないですけど、その女優で好きな顔みたいなのあるんですか。そのこのタイプの顔好きだなみたいな。女優で？女優とか。あのなりたい顔っていうのは多分なれないんで。なりたい顔ってちょっとおかしいよね。好きな顔、そのなんていうタイプというか、異性としてタイプの顔。タイプか。川島直美さんみたいな、そのあるじゃないですか。これ川島直美さんってなんか藤子みたいな感じで。そうそうそう。あと顎が尖ってるイメージなんだよね。はいはい。
あんまりトンガビ系はあまり好きじゃなくて、やっぱ四角い系ですか、丸い系っていうかさ、やっぱ磯山さやかさんが好きだから。ああ、いいですね。なんか事務所独立したんでしたっけ、なんかホリプロから。したね、したね。仲のいいマネージャーとね。うん、ね、本当に。なんかちょっと、そういう活動でね、食ってくぞみたいなね、そういう感じが見えますけれども。できれば顔もこう丸型っていうか。たぬき顔みたいな、そういう感じ。ああ、たぬき顔。たぬき顔。じゃあ、あれもたぬきですもんね、あの、大島優子さんとか。違いますね。なんかああ、確かに大島、ただね、大島優子さんはなんか。ちょっと仮が入ってます。仮が。あ、で、いや、そんなこともない。まあ、でも、そんなに丸っこくないような気がするんだよな。なんかちっちゃい感じがする。はいはい。それこそね、さっき言ってた今田美桜さんにね、ちょっと通ずるものもあります、ね。今田美桜ちゃんも、こう、やっぱ顔ちっちゃいよね。うん、小顔っていうよりかは、なんか、そこは気にしてないってことですね。小田さん、大判焼きみたいな、ね。大判焼きみたいな顔の子がいいってことですか。じゃあ、大判焼き、ちょっとタイプが、あの、あ、タイプが。大島優子さんとか、ああ。確かにそうですね。もうちょっと重長な、あの、はいはい、コロッケみたいな感じのがいいね。これは、それは何ですか、食べ物のコロッケですか、それとも、あの、岩崎宏美さん。いやいや、それは顎がちょっと違う。コロッケ型っていうことよ。あの、形が。食べ物のコロッケ、うんはい、牛肉コロッケとか言ってくださいよ。そのコロッケ単品だと、本当もあの、トシちゃんになっちゃいますから。いつでも、みたいな感じになっちゃうから、ね。ちょっとシンデレラハナムーンになっちゃうから、あの恐竜の走ってく恐竜のモノマネとかね、あれはねやるよ。いや、お前はどう、お前なんでもいいと思う。最近見かけたんですよ、すごいタイプの顔。最近あの CM で、あの俳優の石橋亮さんの娘さんがなんか CM 出てたんですよ。あー、出てるね。あのなんか天然水か何かの CM で、はいはいはい、踊って、あの子がめちゃくちゃなんかタイプですね、顔。石橋さんなんだよね、名字も。そうそうそう。あ、出てた。石橋。あれに出てたよ、ね、この間の、だから、なんだっけ、なんか お菓子温めますかみたいなのあったじゃん。なんかこの声温めますか、ね、はいはいはい。これに出てたよね。そうなんですね。石橋静香さんかな。石橋静香さんね。ね、すごい。まあ正統派だけどね、綺麗な感じで。まあどっちかと奥さんに、奥さんっていうか、石橋亮さん あの奥さんに似てるのかなって、原田美枝子さん。ああ、名女優ね。うん、確かに。ちょっとね、これ、最近、ちょっとこう、ね、タイプですね。手止めちゃいますね、石原さとみさんに。手止めるじゃないよ。何かしてる手止めちゃいますよね、テレビ。やめなさい。また動いちゃうから、本当に。確かに綺麗な人だね。綺麗だ、そうなんですよ。27歳だって。うん、あ、もう、若い。うん、青いか。あ、お姉さんもいるんだ。なんか、アーティストか何かみたいな話を聞きましたけどね。そう。あ、でも、小出さん、あれはどうなんですか、有村架純ちゃんとかは。いや顔のタイプ。確かに顔はいいよね。はい、なんか顔なんか、なんかいいっすよ、ぽっちゃりしてないんだけどぽっちゃりみたいなタヌキ、もうタヌキ顔だから可愛いんだよ、うん、俺は好きなんで。タヌキっていうとなんかお餅みたいな感じの顔してますよね。お餅みたいな、何ていうんですか。知ってる。いや可愛らしいね。はい、メガネとコデブ。なんか全然関係ない話してもいいですか。関係ない話していいよ。この間ニュース見てたら、まあ、前回 あの流行語大賞の話もそうで、路上飲みの話がちょっとニュースで話題になってたんですけど。お前好きだよな、人の路上飲み。路上飲みのやつらをこう、細い目で睨みつけてる感じでしょ。誰が正義マンなんですか。お前そんな感じするわ、なんか。横目で。今じゃない、パチンコからこう負けて帰って、なんか、通り道とか。なんだこいつら。ヤフコメで荒れてる人じゃないんですから。いや、なんか、その路上飲みっていう、なんか表現っていうか、もう定着してるって話を前も話しましたけど、そうね。で、緊急事態が解除されて、この間、ニュースでやってたのは、店飲みって言ってたんですよ。いや、普通じゃん。普通のことをもう、逆になんか珍しいみたいな言い方で。なるほど、路上飲みからの対局で。対局で店飲み。いや、普通だから。
店飲みっていう表現。あ、でも宅飲みっていうのがあるから、ね。ああ、そういうことですか。路上、家、店のその3組で戦うみたいなことなんですか。いや、戦ってどうすんの。ポケモンじゃないんだから。戦ってどうすんの。路上は店に強いみたいな。そういう。もう限定じゃんけんみたいになっちゃうから。ちょっとあの、Eカードみたいになっちゃうから、やめなさいよ。本当。俺は路上飲みを持ってるからなとか言うんですか。とらわれすぎなんだよ本当に。先に全部飲みじゃねえかっていう。飲み何も勝ちも負けもないじゃねえか。本当ですよね。いや、なんかそれがちょっとコロナ禍のネットの話題、ネットの話題とかテレビとかで気になったな。それは初めてだね。はい、店飲みって言ってたんで。確かに店飲みしてないけどね全然。でももう今もう解放されてるじゃないですか。あ、確かに。そうだ、俺それで、あの前回の収録サボったじゃん。サボってないよ。サボタージュです。サボタージュじゃないよ。それも有村架純ちゃんね。いいのよ、そのサボタージュ。すぐ出てきます、ね。すぐ出てきますね、じゃない。いや、俺もあれ、くら寿司でやっぱ飲んじゃったんだよね。もう、解禁されてるから。正直もう、あの回転寿司屋で飲むって一番面白いですからね。最高なのよ本当に、はい、あれであのあっちの天ぷらとか出てくるから。ああいいですね。あとなんかほうぼうのね天ぷらとかキスとかね、そういうのとか、あの白身系のね天ぷら寿司みたいな、ね、それでちょっとねシャリハーフにしちゃったりとかして、そうそうそう飲んじゃってね、それで帰ってきて寝ちゃったから、まあ、しょうがない。あれでちょっとねスマホで動画見ながらね一人のあの飲むみたいな。ああ、それで、ね、たまたまテーブル席ちょっと座れちゃったから、ね、はいはいはい、開放的になっちゃってね。ああ、いいですね。だからなんか大勢でまだ飲んでないからね。まあ確かに、もう都内のその飲食店とかそのなんかもう完全 OK みたいな風潮なんですけど、ああいうパーテーションみたいなああいうのあるんですか、あのボードみたいな。あるね、絶対ある。ああ、まだまだありますか。そうそう。だから YouTube もあのやっぱり飲みが始まってるよね。飲みのあの女の人が飲む動画も復活してきてる、ね、あ、それお店でってことですか。うん、一人飲みで。あ、まあちょっとあれですもんね、テイクアウト飲み配信みたいなのとか一時期やってる人とかいましたけど。そうそう、多かったよね確か。それがお店でできるように、まあそれもそれでね、そのお店に行ったりとかやっぱ気になることあればね、経済回してもらわないと。本当にいいんですよ本当に。じゃあちょっとね、もうこれ第6波が来る前に一回ちょっとあの収録、対面収録したいところですけどね。あ、確かにね。ちょっと、年末でいけるかな、どうだろうな。そうなんですよね。メガネとコデブ。こっから使うんだよ本当。いやー、コデブさん。カットしちゃったこれ。いやー、お時間となってしまいましたということで、あの栗山ハセンさんがねツイッターアカウントをなんか開設したらしいですよ。そういえば、はい。フォローしちゃおうかな。ハセンがね。ハセン。いやー、メガデブのアカウントもなんかフォローちょこちょこされてるけど。ちょこちょこね、あのポッドキャストの界隈からこうなんていうんですか、フォローされて。はい、フォローさせていただき、ぜひぜひね、あのツイッターの方のあのチャンネル登録もしていただければありがたいなと思いますので、ね。ツイッターじゃないよ、ツイッターのチャンネル。あ、ツイッターじゃない、あの YouTube の方のね、すいません、間違えました。もう SNS が多すぎて、もうついていけなくなってしまうと思います。どうだよ、ブログも早くアップしなさいよ。そういえば、コデブさんが注目してたお笑いの東京クールがですね、M1 に2回戦で敗退してたというね、はいはい、衝撃の事実が。終わりか、ちょっと。3回戦もいけなかったということで。ちょっと旬が早かったのかもしれないですね、うん、ちょっと早取りタケノコみたいになってたのね、ちょっとあの土に出る前に取って全柔らかを食うみたいなね、刺身で食うとうまいみたいなね。そうだけど落ち葉で本当に確かに、なんか漫才じゃないもんな途中で、なんか、まあ、でもあれですよ、あのイエスなんとかあのイエス RPG、 イエスアキトさんとあのどんぐりたけしと薩摩川 RPG の3人組はあの準々決行ってますから。あれもなんか応援団みたいななかった。あ、そうです。あれ大川工業ですか。
お疲れちゃんの3人組いるじゃん、ジャイさん。インスタントジョンソンね。あの応援団のネタっぽい、なんか一発ギャグをそれぞれやるみたいな。言い、言い合うみたいなね。あれも漫才じゃないからな、あれなんか。しゃべくりな感じではないけど。定義はね、もうフリーになったらしいですから、うん、去年から。でもいいけど、そうな、はい。まあ、これから、ね、準決勝、決勝。準決勝、準々決勝。決勝はもう12月か。ああ、うん、気になるところで、もうお笑いのね、ちょっと気になりますよ、今後もね。でもな、まあまあまあ、ちょっといろいろですか。お笑い実力派はちょっと面白く、ああ、てこ入れというか、なんかちょっとね、かわいそうというかね、なんかい、試行錯誤してる感じ、うん、本当ですよね。一時期ボキャテンみたいなネタコーナーやりだしたし、心配性ぐらい心配になっちゃいましたよね。一回ツッコミをみんなで当てるっていうなんかコーナーちょっと。だ逆にああいう系はアベマとかでやった方が意外とお笑い好き見るんじゃないかみたいな、ね、そういう気もしますけれどもね。まあ裏があちこちと被ってる時が一番きつい。しくじり先生とかアベマですごい人気だし、アベマ限定のコンテンツとかやってたりとかしてすごい人気ですもんね。そうらしいよね。お笑い番組あんま見ないな、でも。あんま最近見ないですか？見てないね。最近コデブさん YouTube だと、なんか見てますか？ YouTube もな。野球系ですか？いや、お前でしょ。これでそういえば、上原浩二さんのチャンネルに松井秀喜さん出て、ああ、それはなんか長めトークやってましたね。サムネイル見たけど、それは。うん、実際なんか見たいと思わなかったから、別に。触手伸びなかったですか？なんかペタジーニとのなんか争いの時に敬遠した話の裏話ってもうサムネイルに書いてあったから、あ、これ聞かなくていいやと思って。あと高校の時のなんかその敬遠の話もしてたような気がするんですよね。だから別になーっていう。だからやっぱパチンコを売ってる女の子一人のやつとかお酒飲んでる女の子一人のやつとかをずっとまた見てます、ね、あ、そうです。でだんだんこう見方がちょっとうがった見方になってきてあ、この人、あ、考えて、あ、なるほど、こういうふうにセクシー系を出して、あ、ちゃんとみんな乗っかってきてんな、ね、みたいな。そういうことですよね。そうなんかパツパツスパツ履いたヨガ配信みたいなね。そうそうそう、また胸を強調してるな、うん、それでだんだん人ついてきたなと思ったらいきなりねボート配信とか始めちゃうんですよね。ボートレースの配信急にえみたいな。だから そういうのがちょっとうがった見方が多くなってきて、なんかあれです、ね、でもまあ信頼を見れるし、なんかあ、まあ、うん、やった気になれますしね。そうそう、いざお金出してやるかっていうとやらないような台もああいうのでやってくれるんで、ちょっと普通に 7,8 万とか使ってくれるから怖えとか思いながら、まあ、ぶっ込んでくれますよね。まあまあまあ、これからね、面白い台もいっぱい出ますから。確かに1万円じゃちょっと楽しめなくなってるな、もうゼロゲームから始めたとして。まあそうですね。うん、やっぱ2、3万ないときついわ。やっぱ1パチじゃないですか、やっぱそういう楽しむでいくと。だからまあそうね、1パチで、だから 1パチに新しい台が、ちょっと前の台とかが入ってくればやるけど、ね。そうなんですよ。それこそガンツとかね入ったら小出部さん面白いかもしれないんで、ちょっとね。ガンツって極み？極み。あれ面白かったですよ。え、変わんないんでしょ、どうせヌラリヒョンでしょ、また。ヌラリヒョンですね、また。千手観音が熱いってやつでしょ、また。そうそうです、そうです。同じじゃん、だって。いや、でちょっとなんかいいんですよ、やっぱ。ま、違うのあれ。ちょっとだけですよ。あ、あとアブデカやったのよ。はいはいはい。いかがでした？やっぱなんかね、メガネが言う通りね、通常時ね、だるい。なんか通常時が俺ら面白いと思ってた、はいはい、音楽とか動画、はいはい、結構権利ものをこうちゃんと出してて面白いんだけど、そうですよね、なんかだるいね、やっぱり。なんかその昨今のその当たりなら当たり、外れなら外れってはっきりしてほしいみたいな風潮が台にも多くて、うん、なんかこうあるかないかを引き伸ばしにしたり、熱くないのに赤を出すみたいな、ああいうのが結構嫌われる傾向にあるらしいんですよね。スクラップ工場みたいな車がどんどん積み上がるのがないのよ、ね、なんかちょっとなんかね、物でタイマー風にさせてるみたいな、なんか分かんないですけど
3、4じゃ全然もうダメじゃん。とにかく5がたまんないとダメじゃん。でもかといって右が面白いかっていうと出玉性能以外はあんま面白くないですよ。そ, うすそうなると右なんか4つのモードもあんのにね。そうな、左でその通常時の今までのアブデカの思い出をかみしめながら打つしかないんです。そうなのよ、あのいろんなね、はい、本当朝野篤子と木の実菜々とね、はい、ちゃんと朝野篤子さんがなんか時々なんかあのカットインで出てくる時とかあるんですよ、熱いリーチの時とかに。あれってもしかしてなんですけど、ミラクルヒカルさんが声を当ててるんじゃないかっていうような気もしなくはないんですよ。そっつけよ。なんかあ、でも確かにその台だけのなんかアフレコして、うん、ね、してるような感じは確かにある。あの、はいはい、電話出るとことかなんか、そうです、もしもしみたいな、なんかミラクルヒカルさんっぽいような雰囲気がしたんですよね。そうでしょう。それはなんかあの猪木さんかなんかの代で、あの藤波辰巳さんの声を藤波辰巳さん本人じゃなくて、あの百合岡さんがやったらしいんですよね。あ、そうなんだ。確かにそういうのも違和感あった、うん、あるかもしれないですよ。あの長州さんの声別の人がやったとか。確かに大っぴらにしないんだろうね、ま、はい、そうなんですよ。だってあの別に20連したところでスタッフクレジット出るわけじゃないんで北斗のエンディングじゃないですけど、 CV なんちゃらって出るわけじゃないもんね。なのでパチンコってもうその終わりを全く 見ないあのコンテンツというか、誰がどう作ってみたいな。確かにな。で逆に開発陣も引き抜きとかいろいろあるみたいで、これあの昔の平和っぽいなみたいな思ったら、その開発陣がそれだったみたいなとかあるらしいんですよ、ね、だからあの課長もね、初代の中条静雄さんだったけど、 はい、はい、あの人の、まあ、もちろん声取れないから全然違う人アテレコやってんだけど、うん、まあに、まあ少し、まあそんな雰囲気なんだよね、うん、途中で本当の声が入ってるからね、あの動画に、はい、本当の声がってなまっちゃったけど本当の声が、本当の声ですよ、本当にもう頼みますよ本当。オープニングリッチも始まってね、あのワニ男が出てきた時にねあのね、それで終わっちゃったんだよね。柴田恭兵に出るまでに終わっちゃったんだよ、ね、恭兵ダッシュのリーチみたいなありますよね。でもあの曲作ったのが舘ひろしさんだったっていうのがなんか豆知識情報に出てて、I love you から続かないとあの発展しないみたいなね、リーチとかありますから。あの音楽はもう最高だった。やっぱそういうのまあちょっとね、あの売れたか売れてないかというとあんまりにらしいんですけれども。確かもう1台ぐらいしかなくなってる。そうですね。だそれこそはあの系列で言うと、だから意外とその小粒でヒット多いんですよ。あのデビルマンとか、あのベルセルクとか、アブデカとか、あと乗り物娘さんですか、乗りあのサイバージャパンダンサーズ。知らない。サイバージャパンダンサーズってなんか。でも大量には並んでないじゃん。並んでないです。まあどれもこれも今後出る刑事のために買っとかないと本さんは買わせてくれないみたいな、そういうお付き合い。いや、なるほど、深いね。大っていう可能性もね、なくはないということで。どうなると今度また出んのかな、はい、新しく12月。そうですね、12月年末年明けに向けてね、乃木坂とかいろいろ出ますから。北斗も出るんだっけ。北斗も出ますね。北斗も出て、北斗無双も出るんじゃないかって言われてますし、あとね、筋肉マンもありますし。筋肉マン楽しみだな、ね、まずは。はい、とにかくいいですよね。もう串田明さん、本当にお元気で。MUSELA マッソーみたいなね、そのリズム悪っ。てててて、みたいなね。てててて。炎の筋肉マンもなかなかいいんだよね。あ、いいですね。結構、あの、1個前のタッグマッチのやつって、あんま人気な、あの、不人気だったらしいんですよ。あの、あ、そう、あの、でもトロフィーがグイーンと上がってくるやつ、はいはいはい、当たると。あれ好きなんですけどね、めちゃくちゃ。でもなんか、格変中なんかしょぼかったような気したな。あ、そうです。あとやっぱり初代の、初代が一番いい。ずっと階段登ってるんですよね。ずっと、螺旋階段。あの初代の肉がな、肉。あれがめちゃくちゃいいらしい、ね。あれがいいらしい。もうないらしい。あれをね、吉祥寺で。まだ打ちたいのたくさんあるから、ちょっと打ちますよ、私は。そうですね。ちょっとね。エンディングメガデグパチンコクラブになってしまいましたけれども、いよいよね、もう、はい、12月にはもうベスト3を発表しないと、はい、発表するということで、はい、はい、メガネとコデブのポッドキャストはですね、 YouTube で、ポッドキャストとね、あとブログの方でもポッドなんとか
ポッドなんとかって言いますか、そろそろ。いやいや、わかんねえな。ポッドキャストはね、ブレイクしないと思うよ、俺は、そんな。これからは音声コンテンツだ、みたいなね。なんか大騒ぎしてるけど、そんなこともないかな。はい、YouTube でね、同じような動画のラジオ動画の配信と、あと、はい、ブログの方でポッドキャスト配信しております。Spotify とか Apple Podcast でもやっておりますので、はい、ぜひぜひ聞いてください。あと Twitter とね、インスタもやっておりますので、フォロー、とコメント等ね、よろしくお願いします。ということで、はい、メガネコデブのポッドなんとか以上となります。いや、ポッドキャストね、はい、YouTube ラジオでいいけど、はい。はい、というわけで、コデブさん、はい、もう次回は年末、次回は年末になってるんじゃないですか、そろそろ。12月しわす。いや、そんなことないし、まだ11月。12月入ったぐらいでしょ。ぐらいですか。わ、うん、かりました。では、メガネとコデブのポッドキャスト、本日は以上となります。皆さん、良いお年をじゃないですか。いや、終わり方、さっきうまくできたのに、なんで急に変えようとすんの。いや、なんて言ってたか忘れちゃったんですよね。いつも忘れちゃうんですよ。終わりの緩急使わないと。やっぱかそうですね、新庄監督、立浪監督、藤本監督藤本はあんまり知らないんだけどいや前世平和大メガネとしてはもう藤本ですから平和大球場全然知らないけどあの人大丈夫なのかな望み薄ということで、いや以上メガネとコデブのポッドキャスト、お相手はメガネとコデブのメガネとコデブでした。おやすみなさい。ありがとうございました。どうもメガネとコデブのメガネでございます。 YouTube とポッドキャストにて、配信しております。コデブです。ぜひ聞いてくださいね。せーの、メガネとコデブ、お外からメガネとコデブ、メガネとコデブ、メガネとコデブやってきた、メガネとコデブ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 、いや競馬じゃない